お疲れ様です。ラッドです。今日はこちらペッカゴブジェイやっていきます。さあ、前シーズンもね強かったこちらペッカゴブジェイの、今シーズン版ということでゴブリンシュタイン入りですね。もうこれもめちゃめちゃ強いのでやっていきます。で、ゴブリンシュタインも一応緊急加砲はねされました。まあされたもののね、なんか言うて言うて強い、元が強すぎたんで、まあ加砲されてもまだまだ参るよねっていう、はい、使えるなら使いたいってところですかね。で、進化枠は、まあ、ペッカとゴブジェイか。まあ、ここら辺もなんか、ここ最近ずっと強いんでね。よいしょ。まあ、雑に進化も回していけたらなと思います。はい、いや。ボンバーに対してペッカ出すなよ。過剰だろ。かわいそうだろ。ってことで、このペッカとペッカがぶつかるときに、まあ、縦の戦士か、まあ、こっちでもいいな。博士の、スロー効果、まあ、スタンかもあるので、はい、同じですね。もうやばすぎる、やってること本当に勘弁してほしい。いや、マジやばいよな。イカレなんですよ。いや、でも縦線がちょっと救い、いや、これミラー対決あるわ。相手の勢いやばくない？ケツペッカー、シュタイン、トリトン、レイジしたんか分からんけど、いや、もうね、多分一緒っす。まあ、マッチはラムの可能性もあるかなぐらいかな。やばすぎる、もうやってることが。もうなんかロボットだもんな、立ち回りが。相手がこれ出したからとかじゃなく、ああ、はい、これ出して、これ出して、これ出してみたいな。これキングがさ、ワンチャン俺のだけ避けたい。やべ、やっちゃったな。なんか負けそうだな。キング起動でもよかった。すごい。だからこれ生きて帰れる道あるかな。マジで。いや、ペッカが単品できたのは美味しすぎる、正直。あの、すごい。勢いが。いや、いいよ。しかもこれ回復できるもんね。ペッカって。縦線で回復できる。どうなんだろう。もっと回復しろよ。もっと回復しろよ。いやー、で、トリトンか。なかなか突破難しいな。ヤダメレージ打っちゃう。で、あとは運ゲー。頼む。ゴブリン。いけ！いや、めっちゃいい。めっちゃいい。いや、ミラー対決マジむずいな。で、もうさ、雑いね。はい、ペック出して。いや、流れはいいな。やり返さなきゃいけない、俺が。もう、フルコンボ。はい。いや、これ、ゴブジェイっていいんじゃね？マジやばいよな、これ。アホだもん、攻め方。アホぐらいがちょうどいい。で、レーザー打って、微妙か？いや、いい。頑張れ。そいつを溶かせ。いけ、いけ、いい、ピック対決。いけ、よしよしよし。やばい。カオス。カオス、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 カオス。でも、雑にね。いや、雑か？いや、このね、エリアド俺は大事にしていく。うわ、やば。難しいな、なんか。お互いぶっぱすぎて。トリトンで引っ張ってほしいな。え、俺の声届いてる。熱い。めっちゃ熱い。ちょっと待って、何がどうなってるかすげえ分からんけど、めっちゃ熱くない？そんなこともないのかな。やめっちゃ、レイジもっちゃ。おい、ペッカが止まりませんよ。いや、あのね、ちょ、ミラー対決恐ろしいな。まあ、でも本当にちょっと分かりやすかったかもね。対戦相手の立ち回りみたいな、あんなんでいいです。理想です。もうペッカ出して、シュタイン出して、トリトンで引っ張ってレイジ打ってみたいな。ペッカゴブリンシュタインプラスのレイジとかで言ったら止まんないわけなんで、まあ、余裕があったらそこにゴブジャイをね追加してあげようぜっていうデッキです。はい、あんま使ってほしくないというか、
流行ってほしくはないね。でも強いんです。簡単なんです。はい、みんな強くて簡単は好きですからね。安くて美味しい的なね、みんな好きでしょ。はい、もうこれでどうしよう、いろいろあるの。8枚ペッカ行ったっていい、行けろよ。よし、おーい、行かないでよかった。これペッカというかこのスパーキーの受けがさねえな。これペッカで攻めちゃいたいな、正直。縦線だけで守りたいけど。え、なんかいい感じにならん？そのごめんなさい、 GG。 ペッカだけで攻めが成り立ってしまう世界です。しかも進化してねペッカだからな、これ。ゴブシャいっちゃいたいな。ダクプリぐらい結構入るよね。めっちゃいい。コストないんじゃね。めっちゃいい。やばすぎる。最低の弾は1700。いや、こいつが悪いんだろ、まあ、全て。その本当に進化ペッカを加砲、もう一段階加砲、まあ、通常ペッカを加砲するほどではないとは思うんですよね。これ斜めにしようかな。いや、この防衛さむずない。ちなみに守れなくね。左からエリババ来るよ。引っ張りたい、めっちゃいい。やべ、勘弁してほしい。ごめんなさい。ちょ、マジで勘弁してほしいって。やばい、ちょ待って、これ正解が存在しない。ちょマジで止まんないんだって。やばい、これフルブッパアホみたいなの来るよ。アホみたいなの来てるわ。え、しかも相手ゴブジャイやん。え、うん、勘弁してよ。は、終わってるだろ。ちょっと待ってくれ、俺のデッキ使っといて言うのもあれだけど、終わってるだろ。お前、うわー、ちょっとスパーキーの理性がなかったもんな、これ。一応博士はさ、スタンかあるからリセットできるけど、いやむず。まあこのデッキの唯一の弱点的なね、スパーキーね、まあ見ないかな。おー、マジで。それが許されてる世界ね。縦線だけで守れたら幸せっすけどね。ちょっちゃゴブジャイつけて。いや、えぐいよな、もう。なんでもありだな。キングまで行かれる量がさ、終わったかも。えぐいって本当にやばいよ今のクラロワ。本当にやばいよ。危機感持った方がいい。マジやばいよ。マジやめて。オッケー、危ねえ。マジやめて。え？
やばい、ゴムジャイ。いや、マジ終わってるよ、その。これに負けるのだって、笑えねえもんな。耐えろ。よし。うわぁ、めっちゃでかい。最後一発殴られてない。同じデッキです。やばいな。いや、俺は生きて帰りますよ。よし。分からせてやんねえとな。よし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 。そんな立ち回りは許されねえんだっていうのを教えてあげなきゃいけない。いや、いいスキル。なんで残ってん？いや、終わったよ。いや、マジ耐えてる。ちょ、マジえぐいってやってること。マジやってることやばいよ。勘弁してよ。一方通行、そのさ、クララって両サイドでいっぱいできるやん。なるほどな、一方通行なの、この人。いや、まだ耐えなんだよね。逆サイ来たら負けるかな俺。来ないんだよな。右しか見てないんだよな。やばいこれ。いや、これ新カードでさ、やべ。あ、マジで勝てないっす。初手ペッカゲーやないですか。ちょっと俺もやっていい？初手ペッカで8万円でゴブリンシュタインつけてトリトンつけてレイジ打つゲームします。ね、一応近畿できた気がするんだよ。ペック下がれ。下がってほしかった。これね、はい。さっきの対戦相手の完コピです。で発戦追加して微妙か。いいね。はい、アイテムタワーが2400ですよと。やってることは終わってるかもしんないが、これが正解なら仕方がない。やられたんだ俺、被害者だからな。今回のアイテムはペッカ工場か。やなめくさんね。お、おいとも早めのケツペッカ取れたんだね。これ美味しいね。あー、ちゃんとね。え、これさ、竹かわれ。よし。このペッカさ、まあ、逆サイ誘導からのゴースト当てとかかな。で、豚でさ、だよな。ナイス豚。いやー、かわいそうだな。もうペッカがさ、ぶっ壊れなんだよな。相手もペッカだったけど。ね。で、ゴブジャイの防衛もしなきゃいけない。やばい。その。キングとかの減り具合がいかれてる。ああ。そうそうないもん。ゴブジャイ行って。オンバ行って。縦線行って
レイジして鉄火を溶かします。やば引くぐらい強いんだよな。はい、でカウンターのね、いやこれ残ったユニットにゴブリンシュタインをつけるだけでカウンターになってしまうのも強い。盾かな、勝て、カチカチすぎる。まあショートペックやってもいいが、トリトンか新カードがないと逆サイ守りにくいんで、トリトン持ってからのケツペ。ロイシェイかな、ゴーストスキか。まあちょっとぐらいええだろ、やるよって。フェニックスじゃなかったら幸せっすね。でもこのロイジェイもなんかどう考えても美味しいもんな。うまい相手の対応。まあでも1600ですよと。いや相手ねハンタートリトンとかなんで、もうペッカがね、ペッカゴブジェイゴブリンシュタインの形組んだら守れないっすよ。怖っ、なんか特別な、なんか特殊、なんか変わった攻めきだ。ロイジャイスケで、まあ進化ペッカを溶かそうの進化スケかな。スキルはいらねえか、あんま縦線も使いたくないけどな。これにこの縦線相手が無視できないなら幸せか。進化スケか、まあ進化スケにレイジ当てたいな。イケイケだね。真ん中トリトンハンターとかちょっと危ないんだよ。あんたちょっとよろしくもないが知らんがな、ご了承。このボヤ方法違ったかな。いや耐えたのでかっ普通に考えて。おい諦めんなよそれ、諦めたか。おおナイス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 、うわできー。いやさすがに今相性はよろしくてよ。シンプルシンプルで余計なことはいらない。ペッカゴブジェイシサインを組め。ロイジェイもねいるんやな。そブラスター、ブラスターターか、まあ、ブラスターには進化ゴブが輝けるっすよ。まあこんだけペッカがいりゃ、ペッカをその止めるためのブラスターもまあいるでしょって話か。おーザップ、いや雑にゴブジェイ回したいけどな、相手がペッカの可能性ありすぎてね。こんにちは。やべ、もうちょっと出す位置高くすればはい、ペッカだけですっすね。で相手も、おー面白い、ニアド俺のニコス無駄になっちゃった。ペッカだけどブラスターなんやな。すでに火力は高いが、さらに火力が高い。マシマシね。縦で止まるよな。
行っちゃおうかな。おお、なるほど。まあラムだと思ってます。この後のラムがさ守れるかな。うわ、うまい。え、めっちゃうまいやん、そのザップで。これもう一回スキル使われるわ。マジか、今でやばいな。ペラムか、ペラムか。ライトニングでまずこれ博士が行かれる。はいはいはい、どうだろう、怪しいな。進化ザップもある。まあユニットブッパーやって祈るぐらいしかできないよな俺。うわ、え、それ強っ。なんか相手の方がさ、やばい、ライトニングがある。ワンチャンだこれ。もう祈りしかなくねこれ。やべ回せ回せ回せ、やめ回せ。えっ、あぶねえ。あぶねえ。どうかけても負けたけどな。勝ってましたね。いや、ペッカ、おお。なんか、ペッカ、下放されたのに、ペッカ、増えとるやんっていう。意味わかんない現象が起きてはいるか。まあ、ペッカのメタだったね、やっぱ。ブラスターや進化ですらが、下放されたのもでけえよな。加工されたのにもこんなにいんのすごいもんな、普通に。もし行かれてる。フェニックス、フェニックスはもうビリビリで、しばくしか、しばけない。はい、ライトニング。一発。いや、めっちゃいい。それでさ、ボーラーが。ミスってる。まあでもライトニングなんでね、スケラーよりはロイジャイとか、まあ、エレジャイとかちょっとレアなデッキかな。ボーラーフェニックスとかあんま見ないな。チンパン一旦これ本当にどうでもいい攻めではあるんですけど、まあ進化はね回せるよっていう。一応このゴブジャイ6コストに対して6コスト使ってくれてはいるんで、まあそんな悪くもないのかなっていう話。まあ俺が嫌なのはフェニックスかな。やっぱフェニックス倒せないんだね、このデッキ自体はね。こういうのはもうね、はい、行っちゃったね。あんま考えなくていいかな、このデッキは。もう行けばいい、行ってから。だいぶコスト使っちゃったっていう。フェニの逆サイを毎回攻めるを徹底すれば相手視点きついんじゃないかな。相手もすることねえんだな。いやマジフェニックスというかこの周りが強い。
結果刺さんねん。相手ライトニング削りかな。もうあけなんかいなくなってくね。ボーラーすら入んのまずすぎる。壊せ。あーまあなんか怪しいね。いやこうしよう。本命は右です。そのために左にね振ってますよ。で相手その陸の超硬いのが存在しないんで、まあライトニングこれ打ってくるかも。いやめっちゃいいめっちゃいい。このゴブリンシュタインの両サイドプレッシャーできんのかな。それもまたいいよね。あぶねってことで今ねめちゃめちゃ強いね簡単なペッカゴブシェ皆さんもやってみてください。ちゃんと効果もおっしゃっす。明日またね。